ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。どうも皆さんこんばんは。本日もミニ四駆超速グランプリをお届けしようと思います。じゃあね、早速やっていきましょう。今回私もですな、このゲーム始めて1週間経ったんでね、さらにある程度、内容がよく分かってきたんだけど、本日はですね、前回からの動画の続きですね、序盤の最速セッティング方法ですね、こちらをお届けしようと思います。はい。で、ミニオンワールドをね、周回していくと分かるんだけど、やっぱりそのステージをね、クリアできなかったり、してくると思うんだよな。で、今回は、サクサクっとね、クリアするための最速セッティングのね、方法をお届けします。はい。全部でね、ポイント4点あるんだけど、何かというとね、まあ、ちょっとこのセッティング画面に移動するけど、まずね、1点目、とにかくモーターが命っていうところですね。これが一番重要です。はい。2点目、余計なもんはとにかく外せということですね。まあ、重量軽くしろっちゅうことなんだけど、はい。そして3つ目、ゴムは使うなです。ゴムは使うな。はい。で、4つ目ですね。で、これがね、まあ、裏技的な感じなんだけどね、最後にね、ちょっとお届けしようと思います。で、まず1点目、モーターが命っていうところなんだけど、まあこのミニ四駆を見るとですな、こんな感じでいろんなですね、部分の改造やらね、いろいろできるんだけど、これだけ欲しいんだよね。はい。で、このゲームね、ご丁寧にこんな感じでステータスがついてるんですよ。で、これ見て、今ちょうどレブチューンの星にですね、装備してますが、スピード1887、パワー758ですよね。トルクチューンはというと、こんな感じで。うん。なんだよね。まあ、とにかく仙台なんだよ。じゃあ、ハイパーミニにするとどう？こんな感じ。まあ、バランスがいいってことだよね。じゃあ、ノーマルだとどうなんですかというところだと、こんな感じ。一気にマイナス507。パワーだったらマイナス263下がるんですよ。とにかくね、このモーターの比重ってのは大きいんですね。じゃあ、他のパーツの比重はどうなんですかとなると、例えばね、まあ、こんな感じでマグナムセイバーの星4装備してますけど、これ見てください。スピードの比重たったの23なんですよ。で、コーナーの安定後重さが 15g っていうところなんですね。つまりモーターに比べると、比重がね、とにかく他のパーツって低すぎるんですね。まあでもここら辺に関してはリアルのミニ四駆もそうですよね。ノーマルのモーターと、レブチューン、トルクチューンとかとガチンコ勝負した時に、まあ、やっぱり勝てないじゃないですか。まあそんだけやっぱりリアルミニ四駆とここら辺も近いのかなと思いますね。非常にこのモーターの比重が大きいということです。例えばじゃあボディとかはこんな感じ。スピード11、パワー10とかね。比重がやっぱりこんなもんなんですよ。ギアはどうなのってなると、スピード10、12。じゃあタイヤはどうなんですかと。はい。こんな感じ。スピード14、パワー1とかね。まあじゃあこのステイはどうなのっていうと、こんな感じですね。で、これからも分かるように、もうほとんどのステータスは、このモーターで決まるわけです。はい。で、ただこのモーターに関して言うと、コーナーとかスタミナとかね、そういったところはないから、そこに関して言うと、他のアイテムで補ってくっていう感じなんだけどね。はい。まあ、とにかく、序盤に関しては、このモーターだけですね、ここだけいいものを装備すれば勝てます。はい。で、さらに言うと、このショップですね。ショップ。で、ここはね、その店長のね、品揃えが正直悪いんで、もっとね、頑張ってほしいんですけど、こんな感じ。今、レブチューンとトルクチューンの星1がありますけど、日によってここにね、星2がありますんでな。ぜひね、あった場合は買ってください。ですね。では、戻りましょう。で、
あとね、まあ、前回その動画で、まあ、とにかく改造しましょうっていうことをねお伝えしたんだけど、実はね後々ちょっと分かったんだけど、このゲーム、まあここら辺もねちょっとリアルとだいぶ近くしてあるっちゅうことなんだろうけどね、一度こうやってね選択してしまったものですね、軽量化の枠、冷却能力向上とかね、エアロダウンフォース増加とかで、一度選択してしまった枠は現状ですよ、アップデートで今後どうなるかは分かりませんが、なくすことができないんですね。わかります？例えばこれ職人技のね、今軽量化ですけども、この軽量化を冷却能力向上をもう一個増やそうと思ってもできないんですよ。ずーっとですね、これがもう一生一生というかね、現状この軽量化の枠はもうこれここで確定なんですね。できることがあるとすれば再改造でもう一度ですね、この職人技から、例えば至高の絶品にすることぐらいしかできないんですよ。なくすことができないんですね。なので序盤に関してはここはね触らなくてもいいと思います。でただしですよ、ただし前提があります。腕前レベルがどんなもんなんですかね、20以上なってきたらまあ入れてもいいの、改造してもいいのかなと思いますね。はい、当然レベルを上げていけば、改造できる、この量も上がっていくわけですからね。うん、ただ序盤に関してはもう触る必要はないっていうことですね。はい、やはり先ほど言ったようにもうとにかくモーター命ですね、モーターの比重が多いんで、で、できたらもうどんどんねこのモーターに関しては進化させていった方がいいと思いますね。それだけでストーリーモードですね、このミニオンワールドに関して言うと圧倒的に勝てますし、例えばですねちょっとこれを見るとすぐわかるんですけど、こんな感じでサクサクっとこんな感じで勝てちゃいますから、はい、まあ、勝てるということはアイテムがそんだけ溜まってきますしね、余計なものを改造しなければマネーも溜まっていくわけです。一石二鳥というわけですな。はい、まずこれが1点目ですね、とにかくモーターが命だっちゅうことで、2点目ですね、余計なもんは外せ、重量を軽くしろっていうところですね。はい、でこれどういうことかというと、今私のミニ四駆こんな感じでですね、いろんなものを装備しています。例えばステーラにはですねフロントサイドリアですね装備してますし、まあその他にもですね装備しようと思えばいろんなものできるんですけれども、もう余計なものをですねとにかく外せと、はい、もう軽くした方がねミニ四駆は速くなるんです。はい、とにかく重量を軽くしろっていうことですね。で試しにですね、まあ、さっきのちょっと話とも沿線上になってくるんですけれども、テスト走行でね実際どんなもんタイムが速くなるんだっちゅうところをねお見せしようと思います。まずさっきの話ですね、ちょっと一旦戻りますけれども、ノーマルモーターですね装着します。はいですね、ノーマルモーターにだけ変えました。じゃあこれでテスト走行するタイムどんなもんなのかと、でこのねテスト走行のタイムを見るのがむちゃくちゃ重要なんですよ。まあこれ今ちんたら走ってますけどね、でまあレーススキップしますよもう坂なんて止まりそうですよね。よーし、 OK、 こんな感じ。トータルタイムが23秒と580ですね。ちょっと待ってくれ、メモりますんでな、という感じなんですけれども、じゃあこれをねじゃあさっきのレブチューンちゃんにしましょう。まあ、ステータスが一気に上がるわけですよ。こんな感じでね。はい。じゃあ、これでね、テスト走行をやってみましょうか。どんだけ上がるんだっちゅうところですね。もうさっきとは別ですよ。全くな。こんな感じです。もう明らかに速くなってるでしょう。こんだけでもね。はい。じゃあ、レーススキップしましょう。14秒872です。14秒872ですね。はい。もうこれだけでさっきの23秒台から一気に跳ね上がったわけですよ。それだけモーターっていうのは重要なわけですね。で、こっからです。さっきの話の続きですね。余計なもんは外せということなんですけれども。フロントね。じゃあこれ外しましょう。はい。こんな感じで。もうどんどん軽くする。もうコーナーの安定とか、スタミナとかはね、もう序盤はとにかく関係ございませんから。もうとにかく重さだ。軽量化重視なんでね。ちなみにこういうサイドとかね、ここら辺も改造してあるんですよ。こんな感じで。
改造してあるにもかかわらず外した方が早くなるというですな。残念すぎますよね。はい、外す。よし。で、このリアもですね、こんな感じで星3で、まあ、そこそこ改造してあるんですよ、こんな感じで。はい。改造してあるんだけれども、とりあえず序盤に関しては外した方がいいってことですね。で、腕前が上がっていけば、この改造でですね、パーツの重量を軽くすることができますから、まあ、そうやってですね、どん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 その性能を上げていくっていう感じなんですね。じゃあまずですね、こんな感じ、ステイは全部外しました。じゃあこれでやるとどうなるのかっていうところですね。さてどうなんでしょうね。はい、どうでしょうか。どうでしょう、さっきより明らかに速くなってるでしょ。特にストレートだでしょ。じゃあレーススキップどうですか。14秒012、さっきが14秒872ですからね。もうね、一気に速くなるんですよ、こんな感じで。だから余計なものをつけるんじゃねえということですね。 OK だな。じゃあ次です。次ですね、3点目、男ならゴムなんて使うんじゃねえというところですね。まあちょっと下水発言なんだけど、これどういうことかというとですな、実はね、このゲーム、そのフロントの、このローラーですね。で、ここにゴムローラーを装備するのは OK なんですけど、後方、サイドとかリアにもですね、ゴム製のローラーをつけると、タイムがですね、どんどん遅くなってくるんですよ。なので、まあ、現状のままですね、今こんな感じで、はい、フロントにはゴムをつけてます。はい。で、サイドとリアには、プラ製のですね、ローラーをつけてるんですね。こんな感じで。はい。で、このタイムを一度見ようと思います。はい。で、するとこんな感じで。はい、14秒007ですね。まあ、先ほどと、まあ、大差ない感じになりましたけどね。14秒007ですね。はい。じゃあ、これで、じゃあこれ15ミリゴムもう一個あるんで、これをじゃあ装備するとどうなるのかっていうところをちょっと見ましょうか。せっかくなんでね。この14ミリプラを外して15ミリゴムですね。コーナーリングがさらに安定するっちゅうことなんですけど、ポチッと。はい。で、これでちょっとタイム測ってみましょうか。どうなるのかね。さてと。いやー、コーナーリング明らかに遅くなってるよね。はい、スキップ。こんな感じ。16秒022。わかります?明らかに遅くなってるでしょ。だからね、このゴム製のローラーに関して言うと、もう装備するのはフロントだけですね。あとは絶対装備しないようにしてください。危険ですのでね。まあ危険というか、明らかに遅くなっちまうのでな。こんな感じですね。はい。フロントだけゴムをつけろっていうことですね。まあ、ゴムもしくは、プラでも OK ですね。で、ただ、テクニカルコースになってきますと、もうプラのローラーだけだとちょっときついんで、その場合はやっぱりフロントにね、ゴムっていうのは重要になってくるんじゃないかなと思いますね。はい。で、これが3点目ですね。で、次、4点目ですね。で、これがね、いろいろ私が実験してる中で、まあ、たまたま発見したんですけど、このタイヤですね、タイヤ。で、私今、ストレートでスピード勝負っていうことで、まあ、フロントリアとも、台形のね、ホイールを装備してるんですけれども、なぜか、このフロントに、小径タイヤですね、ちっちゃいタイヤですね。まあ、本来こちらが、普通のフルカウルミニ四駆のタイヤにはなってくるんですけど、これ。ですね。これ全く改造してません。で、ちなみにさっき装備してた星3の、台形タイヤは全部改造してあります。はい。に対してこちらの小径タイヤは全く改造はしていないんですね。はい、こんな感じで。もう皿のまんまなんですよ。こっちも。はい。ですね。で、なぜかですね、これでタイムが爆上げするんですよ。で、もう一度ですね、さっきのちょっと数字の参考といいますか、チェックをするために、ちょっとめんどくさいですけど、もう一回、台形タイヤを装備しましょう。で、もう一度ちょっとタイムを測ってみましょうね。
もうこれがね、ちょっと理由がわかんないんですけど、明らかにね、タイムがその爆上がりしたんですね。ちょっとこれでテスト走行してみましょう。こんな感じですね。こんな感じです。はい。タイム14秒007ですね。14秒007ですね。まあ、やっぱりここら辺のタイムになってくるっていうことなんですけど、じゃあこれで次にね、さっき言ったように前輪だけ、フロントだけこのちっちゃいタイヤ、小径タイヤを装備するとどうなるか。うん、ここですよ。でこれは本当にね、結構自分の中では大きな発見だったんでね、ぜひ皆さんにもね、参考にしていただきたいなと思います。でただしこれってリアルミニ四駆だと遅くなるんじゃないかなと思うんですよね。なのでまあおそらく今後のバージョンアップとかでもしかしたらなくなってしまうのかもしれないけどね。ちょっとやってみましょう。これですね。前輪だけちっちゃい。さあどうなんでしょうね。クリアタイム気になりますな。スキップしましょう。13秒321。どうですか、明らかに速くなってるでしょ。13秒321。ちょっともう一回やってみましょうか。よーし、こんな感じですね。もう一度、明らかにね速くなってるんですよ。13秒321、全く一緒ですね。おっと、はい、とまあこういう感じですね。でこれでよく分かったと思うんですけれども、もう一度ですね、復習をしますと、序盤の最速セッティングのポイントは4つです。1つ目、とにかくモーターが命というところですね。理由は簡単、比重が、一番大きいからっていうところですね。で次ですね、2点目、余計なもんは外せ、重量を軽くしろっていうことですね。なのでこのステイの欄ですね、ここはもう全部外してくださいっていうことですね。あとはこの重さっていう部分を、まあ注目していくっていうところですね。で次3つ目、ゴムは使うなというところですね。まあゴム製のタイヤ使ってもこのフロントだけにしてくださいっていうところですね。サイドとかリアに使うとね遅くなってしまうんでな。で次4点目、裏技を使えですね。このフロントだけちっちゃいタイヤ、リアに関しては大きめのタイヤを装備するっちゅうことですね。はい、でここだけやっていけばまあね、そのタイムに関してはもう明らかに上がっていくので、まあこのミニオンワールドね、周回することができるようになってきますんでな。でそこでは大量のアイテムもねゲッチュできるようになりますんでね、ぜひ皆さんのねこのミニオンワールドに、ご活用していただければなと思います。じゃあね、次回に関してはどうしようかな。結構ダイヤっていうかね、このまだ1回も課金していないんだけど、スターコインもね1859貯まりましたんでな、次回に関してはガチャをね引いていこうと思いますんでね、ぜひ楽しみにしていてください。じゃあね、本日キリがいいんでな、ここまでにしましょう。チャンネル登録とね高評価ボタンもぜひ皆さんよろしくお願いいたします。テンション上がっていきますんでね。公式ツイッターもね運用しておりますんで、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。そんじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ。